津幡町では65歳以上の高齢者を対象に新型コロナウイルスのワクチン接種が始まりました。津幡町では今日から65歳以上の高齢者を対象に公立河北中央病院と瑞穂病院の2カ所でワクチンの個別接種が始まりました。このうち公立河北中央病院には14人が訪れ、受付を済ませた後ワクチンを接種していました。普通の注射よりも痛くございません。感じない。全然痛くもないです。チクッとするだけ、する程度もないですよ、はい。津幡町の65歳以上の高齢者は9600人で、来月8日からは津幡町役場敷地内の福祉センターで集団接種が始まる予定です。